しいのあれだから、これ家でお牛作れ。え、すごい。紹介するの忘れてた。あ、お茶や。そう、お茶で、うん、だからこういう菊茶とか。あー、でもあるね、うん、お花のままだね。こういうのが結構人気あって、フルーツの乾燥したのとお茶が入って、うんうんうん、なるほど、美味しそう。これが桃花用するで、桃花せないよね。桃花せない。伊達さんの買い忘れと、危なかった。桃買い忘れるとこだった。椎茸のうまさにぶっ飛んでる場合じゃなかった。あっちやね、ほら、あの海中域って書いてる、そこ。はい、そこは私も初めて。こちらを向いている。リングやってないよ。そうだ、さっきマップで調べなかったから営業時間みたいな。行きたかったね、海中駅。海中駅、残念。カラスミもあるっぽかったから、行きたかったんだ。カラスミはでもね、カラスミのお店を探すというか、やっぱあの同じ原理よ。やっぱ得意分野が違うから。餃子、餃子？餃子です。じゃあ餃子。で餃子、世界で一番美味しい。今から、今みんながこういろいろ考えてる間に何十個頼むかを考えて。え、何十個単位なの？十個は出ない。食べないよ。食べないよ。未来の伊達さんと相談して。未来の伊達さんと相談して。みんなで10個？みんなで10個。ああ、よかったよかった。みんなで10個か20個なのかみたいな。いや、未来の伊達さんと相談して。なんで今の伊達さんはダメ？未来の、今日の、そう、今日の、あ、この後の未来の伊達さんと相談して、胃袋の配分を。わすごいね。ね。あ、これがカラスミ。もうこれ一本1000円。全部。全部で1000円。つまり1個はいくら？1個。あ、バラでも売ってんだ。水餃子食いながら調べてみる。そうだね。やっぱね、観光客向けのお店とこうなんか地元の人もこう買いに行くみたいな店が結構違ったらしい、ね。そうなんだ。そうそう。ここは結構まあ商業観光客向けな感じするよね。見分け方はね、うん、店内がすげえ綺麗かどうかだとね。なるほど。綺麗でしょ。綺麗、めちゃくちゃ綺麗。うん、いきます。はい、チーズ。やば、こういうの取ったことないからすごい新鮮。はい、
今日も元気に丸顔か。ちょっと今こういいじゃん。あー、これ番組で見たことある。番組で見たことある。あの有名な、ラボガ三姉妹の YouTube で見たことある。そうそう、見えなくしたい。ラボガ三姉妹の超絶有名な、うん、ラボガ三姉妹。あ、するご本人登場って。どうぞご本人登場受ける。はい、行きます。はい、チーズ。たつさんポーズ同じにしたべ。そう、あー、再現だ。再現したがる。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張って。女は輝いてなんぼ。ありがとうございます。いい、自分はダイヤモンドだ。はい、磨けば磨くほど光る。いいね、心刻んどいて。女は輝いてなんぼ。めちゃくちゃいいの覚えてる。犬は吠えてなんぼ。なんぼ。なんぼって何？なんぼ。なんぼなんなんね。よく使うけどさ、言われてみればなんぼってなんやん。ほんまやな。なんぼ。あ、似てるけど違うのね。もうちょっとね、本当に置いてるものがちょっと違うね。マンゴーとかも。色つや。マンゴーはね、マンゴーやっぱあそこが深くて。全然違う。あそこの。カリボーのグミ美味しい。乾物だったね。こっちかつかーん。来たよ。やった。挟むものあんだからね。いい肉が冷たいので湯気は出ません。でも美味しそう。美味しそうだな。美味しそう。いただきまーす。めっちゃ美味しい。本当？ごめんよ。この生地がすごい好きなの。だからこれ正解だと思うよ。生地だけを温かく食べる。あのね、551の、まあ551の話ばっかりしてるけど、の、こういう生地って、なんか甘いんよ、ちょっと。その感じとすごいそっくりなの。で、中は台湾風だから、八角の香りが。